え皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、えー、今回なんですけれども、あい、ガチャガチャが来ておりますね。<laughs> はい、というところで、まあ見ていきましょう。えー、何のガチャガチャが来てるかっていうと、これね、うんあの、つなでと、まあ、桜の忍法人のキャラが、はい、来ております。というところで、ちょっと見ていきましょう。 えっと、はい、これで見ていきましょう。えー、心属性で、うん、あの、実装されてはおるんですけれども、まあ、やっとね、この二人のキャラが、まあ、大体の予想はね、皆さんしてらっしゃったかなと思うんですけれども、まあ、ついに来たというような感じで、まあ、中身見ていきましょうか。で、スキル1に関しては、対術というところで、敵単体に、倍率系のスキルなんだね。うん、あのー、80%の防御力を無視して、120の、 120倍か、うん、<laughs> の、えー、攻撃力で攻撃するっていうような感じで、高確率とはいえ、一応耐性無視して、魅了もつけれる、うん、なるほどね。で、相手が魅了か気絶状態の場合は、えー、追撃が4回ある、これも倍率系のダメージ、うん、っていうような感じで、えー、とあとは、まあ、これ必中やね、えー、いうような感じで、忍法陣のうにゃうにゃが書いてるんですけど、あとはスキル2ね、うん、こちらも敵単体、えー、そしてこっちの方は、 耐性無視のダメージを与えるというような感じ。で、こっちが高確率で、え性、ー、体無視して気絶。えー、そして一回行動するまで強化系特殊状態、えー、神化状態が無効、うん。これはまあいいかな。うん、なかなかいいんじゃないかなっていうところではあるが、まあ両方とも単体スキルなんだね。うん、な感じ。で、加えてその味方に死亡者がいる場合はランダムで一体蘇生、そして必中スキルというような感じで、 あー、なるほどね。<laughs> あの、この子がね、やっぱり多分ステータス的に言うとヒットポイントはまあ高めだと思うんで、まあ、この子が生き残るっていう可能性は十二分にある中で、あの、他のキャラがまあ落ちた場合うーんに蘇生ができるというようなところでは強みではあるかな、うーんっていうような感じ。で,で、えー、っと、人法人の方に目をやってみると、まあ、なんっと書いてるんですけど、何かな何が一番強いかなうーん そうね <laughs> まあ、まあ、ぼちぼちかな。う <laughs> ん、まあ、高確率で先制吸収、えー、っと、即アシクッションを無効にする。まあ、これもまあまあいつも通りやね。も防御力上限が2万っていうような感じ。で、3になると上限が1000になるっていうようなところであるんで、まあ、この1000になった時に、 まあ、どうなのね。倍率系のスキルを打てるキャラっていうのが他にどう編成してるかっていうところにももしかしてよるのかもしれないし、えー、はたまたそんなキャラは多分いてないと思うんでね、大体ね、うん。この線になった状態の中で、あの、要は通常攻撃でどんぐらい入るんかなっていうところは興味のあるところ。うん 1000になったところであの通常攻撃がもうすごい火力が出るんだったらこれは強いよね <laughs>、うん、どう考えても強いなんで、えーまあ、この子はスキル打つとしても他のキャラがあのスキル通らない状態であっても1、えー、になっていればパンチが通るという状態に持っていけるのであれば、うん、強いよね、うんまあ、ただしこの単体スキルというところとあの追撃の条件が未了とか気絶が入っている場合、えー っていうところが、まあ、スキル1に関してはあるので、まあ、これがね、どうなんかな、その一撃の火力っていうところで言うと、もしかしたらかなりあるかもしれん、うんこの倍率系の、ね、やつってね、ちょっと難しいところがあって、まあ、おそらくは火力は出るはずなんだけれども、そのにあの忍法陣の効果も相まって出るかなとは思うんですけれども、これ追撃の条件がちょ,っとちょっと厳しいかなっていうような気はしなくはない。うんというのも、魅了とかね、気絶が入ってる。 上での追撃なんでえ、じゃあそのキャラ狙うのって話になってくると思うんですよね。うん。要は通常ならば気絶入ってるキャラって後回しにしますよね。うん。なので、 え、気絶入ってないキャラを本当は攻撃したいにも関わらず追撃がそこには生まれないというようなところがあるんで、もしくは、その、一緒に編成してるキャラが、あの追、あれね、未了とか気絶が入れれるキャラがいてるのであれば、 これかなり強いよね。うん。あの、一撃でワンパンできる可能性も、な気にしもあらず。うん。っていうような性能になってるのかなというところですね。まあ、一応アビリティも見ときましょう。体調スキルに関しては素早さアップと、防御力がアップ。うん。あ、じゃあ攻撃力がアップか。なので、この辺も、まあ、加えたところの攻撃力っていうところなんで、まあ、パンチがどれぐらい出るかね。ま採、あ、再三言ってるように。うん。ま <laughs> あ、うん、っていうような感じで、アビリティ1はまあまあ、こんな感じね。 えー、2に関しては HP0 以下で3回全回復。まあまあ、いいよね。うん。で、えー、っと、サクランドツナデ以外の、えー、味方を蘇生するっていうような感じ、死亡時ね。うん。っていうところなんで、あのー、全滅するっていうところをかなりこの子がいることによって、まあ、助けられるというような感じ。なので、まあ、昇級試験だとか、まあ、連合戦だとかっていうところで言うと、負けるっていう可能性がちょっと低くなるかなっていうような、 え、ところではあるかな、というような感じ。えっ、ー、と、アビリティさんに関しては、えっ、ー、と、体属性と有属性か。ああ、なるほどね。まあね、うん、どうなるのね。技属性が多分今流行ってると思うんで、まあ、その辺に関してのところは、もしかしたら潜在覚醒とかでつけていってもいいのかな、と。 ああいうような感じ。うん、まあね、ちょっと難しいね、この評価を指すには。なぜその当たって使ってみたところの、えー、使用感っていうところが、うん、あの判断材料の一つな、どうしてもなってしまうんで、うん、なぜダメージ入るかやね。<laughs> ただしその、多分これ女性キャラ両方ともなんで、おそらくはくの一で使えるんじゃないかなというようなところで、も、ま、う、あ、そのくのラ乱舞が、 えー、この子たちはかなり環境を取れるのではないかなとは思うところはあるかな、うん。なので、その辺も見据えて言うならば狙ってもいいかな。ね他にあの、この下にもいてるように民放人,人キャラを所持してる方なのであれば、 昇級試験とかでは、あんまり使うところでは、使う場面はもしかしたらないのかもしれないですけど、まあさっきも言ったように、くのいち乱舞だとか、忍び連合戦に関しては、全然使えるキャラかな、という自分の個人的な判断かな、うん、評価かな、っていうような感じ。で、下の、えっ、ー、と、1、2、3 4、4名の方、4名の方って、四 <laughs>、えー、キャラに関しては、一番下のナルタン成サスケ以外は、うん、欲しいね、非常に。うん、まあちょっと一番下の子がどういう情報修正入るか。 ルンカーにもよるんですけど、まあ今はちょっと厳しいよね。うん、で、自分に関しては港福祉の愛一応持ってるんで、うん、イズナえそして柱ははな、何言うてんのあ何言てん,んですか <laughs> 柱マンドマーダラっていうところは、まあ欲しいところにはなってくるものの下に関してはまあいつもと一緒かな。うん。まあっていうような感じ。なので、まあ狙って。 でも、いいキャラちゃいけないけど、単体スキルっていうところ、まあ単体スキルがネックっていうよりも、状態以上入れないといけないっていうところ、追撃をね、あの、狙うならば入れないといけない。そしてそれを、 え状態以上入ってるキャラを狙わないといけない。なおかつね。うん。っていうところがあるんで、まあ、その辺が、えー、ネックかなというものの、まあ、この火力キャラっていうところと、加えて、えっ、ー、と、補助キャラっていうところが両方兼ね備えれてるっていう面で見るとかなり強い。うん。とは思います。というところで、まあ、ちょっと10連だけなんですけどね、やっていきましょう。うん。 ま、あ星6一体は確定しておるところで、カエルが一匹通ったんだが、さあ <laughs>。まあ、無理よね、多分ね。最後。ここは確定枠。おお、りんちゃんね。えー、3。えー、4枚目。さあ。もう一枚欲しいよ。はい。5枚目。まあ、あの、自分ほんまにね、全然ダメなんで、ずっとダメなんで、なるこれに関しては。 あの、全然期待はしてない。だただそういうスタイルで行くと、いきなり、いきなり当たる。でもそこを期待してしまうっていう、この負のループ。はい。<laughs> まあ、いうような感じでやってますけど、はい。もうさっき見たよね。はい。うん。もう次か、これか次で終わりかな。あ、これ終わりね。はい。っていうような感じで。まあ、定期ね。うん。あ、大丈夫。全然、ノーダメージ、ノーダメージ。うん。こんなんノーダメージ。はい。<laughs> <laughs> はい。というところで、えー、今回は新規実装されました、えっ、ー、と、桜ナでなるのかなねえー、っと、少々お待ちください。<laughs> 桜ナですね、えー。が実装されましたけども、まあ、パッケージ見て、えー、性能の開発、解説、えー、そして、まあ、充連だけね、えー、しましたけれども、まあまあまあ、いいんじゃないかなと思います。<laughs> はい。というところで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。 最後までご視聴ありがとうございました。